山手トンネルは、首都高速道路中央環状線の OEJCT 高松入り口間にある道路トンネルである。北側から順次開通、延伸され、2015年3月7日の全線、開通によって全長 18.2km となった。道路トンネルとしては、日本一の長さであり、世界でもノルウェーにあるラルダールトンネルに次2番目に、長い。 首都高速中央環状線のうち、大井 JCT 高松間に位置し、大半の区間で山手通りの地下を通り、大井 JCT 五反田で入り口間では、目黒川の地下を通る。最深部は、南品川寒気島付近で、地表から約55メートルの深さになる。約7割の区間が、シールド工法で建設されている。内回り外回り確認車線。 中央環状新宿線の高松側より順次、開通し、2015年3月7日の多い JCT までの全線開通により、関越自動車道の関越トンネルを抜き、日本最長の道路トンネルとなった。開通当初から5000メートルを超える長大トンネルであり、全線開通以降は、五反田で入り口多い JCT 間で目黒川及び、京浜運河の下を通る推定トンネルとしての、 扱いも加えられているようになったことから、道路法により、全区間で危険物積載車両の通行が禁止されている。消火設備避難通路山手通りの中央分離帯へ、脱出地点部くを通る長大トンネルであるため、下記のような防災、環境設備が設けられている。山手通りの中央分離帯に設置するため、五反田出入り口を除き右側分合流である。一方、 五反田で入り口周辺区間では上下線のトンネル同士を立体交差させて位置を入れ替えトンネルを右側通行としているので左側分合流になっている。東京外環自動車道東京区間のトンネルも同様に右側通行とし左側分合流とする予定である。大江戸線は山手トンネル着工前に開業したが現在は一部区間で並行している。この区間では下部に 大江戸線の単線トンネル2本、上部に山手トンネル2本と4本のシールドトンネルが並ぶ。また、中井駅と中野坂上駅は、駅舎建設時に道路部分も同時建設しており、この区間は、改作工法の箱型トンネルであるため、山手トンネルを走行する車からも容易に判別できる。駅部では、山手トンネル両方向の間の部分に、 下部の大江戸線ホームと上部の改札街を結ぶエスカレーターやエレベーターが設置されている。エスカレーターからは山手トンネルに相当する高さに階高が高い部分があることを確認できる。ありがとうございます。